よいよ今日からセパ交流戦がスタートします。神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ西さん、今年も交流戦が始まりましたが、近年はこの交流戦がペナントレースの行方にも大きな影響を与えてますよね。そうなんですよね。この交流戦の貯金が後々大きく影響するんですよね。そうですよね。そんな大事な一戦がスタートします。まずはスワローズの先発奥川、神宮球場のマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。さあ今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。ファウルになります。スライダー外れます。ここもファウルです。空振り三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている源田。奥川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目、初球ボールです。改めてお聞きします、バッターの源田、どういうバッターなんでしょうか。まあ足技小技織り交ぜてよく出塁してくれるバッターですね。ああそうですか。打ちました、取りました。ツーアウトになりました。バッターボックスは3番森。ツーアウトランナーありません。マウンド上奥川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。アウトコース打ちました。エスコバー一塁アウトでスリーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そうですか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。このカウントは厳しめに行きたいですよね。はい、3球目打ちました。取ってワンアウトです。バッターボックス中村。奥川、まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さてこの中村、どういったタイプのバッターでしょうか。いやもう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。なるほど、そうですか。いいまっすぐですね。はい、ストレート空振りでストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました、痛烈、センターに抜ける。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は6番外崎。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース決まってストライク。
ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは7番に入っている栗山。ツーアウトになっています。さあ初球は何か。初球ストライク。2球目打ちました。さあどうだ。雄平が抑えて3アウト。3回の表ライオンズの攻撃。8番バッターコーリー。スワローズ得点に動きはありません。0対0です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね。出したくないですよね。そうですよね。引っ張った。打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発のニールが打席に入ります。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。初球は何で来るか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスには金子。まあ送ってくるかもしれませんね。なるほど、そうですか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。外の球外れています。インハイ空振り。窮屈なスイングになりました。2ボール2ストライクです。三振。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。打席には2番バッター源田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトランナー一塁です。次が2球目。際どいコースには投げ込んでいます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。奥川抑えて3アウト。4回に入っていきます。ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。森がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は初球打ち、ここはフライになっています。西浦が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは4番山川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウト。打った。打った瞬間確信したか。入った。同点のソロホームランです。西武ライオンズ。スワローズここで同点に追いつかれる一発を浴びてしまいました。初球でした。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。スワローズ追いつかれました。1対1。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。味方の得点直後リードを守ることができません。打席には5番バッター中村。前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。
バッターボックスには6番外崎。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか。ストライクになります。ノーボール2ストライクです。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。ショート取った。一塁アウトで3アウト。5回の表、7番から始まるライオンズの攻撃。バッターは栗山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。スワローズ同点で迎える最後です。里崎さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。まあ最悪でもね、引き分けに持ち込めるようにしないといけませんよね。ファンとしても非常に見応えのあるゲームになっています。コーナーをつきます。ワンボールツーストライクです。ボールになります。インサイド落ちました。これはどうか。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあここでライオンズダイソーを送ります。ファーストランナーは木村。長打でランナーが帰れば勝ち越しです。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを背負います。しかもノーアウトです。バッターはコーリー。もしかしたらジャンピングキャッチ。スーパープレーが飛び出しました。難しい打球でしたがセカンドがうまく掴みました。これでワンアウト。バッターボックスには代打のメヒア。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあ、まずはバッターが何を狙っているかしっかり見極めて組み立てたいですよね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。さあ3球目は何か。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。さあいい当たりになった。掴んで2アウト。2アウトランナー1塁と変わります。打順は1番に帰ります。バッター金子。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトになっています。入れてきました。次が3球目。変化球打っていった。センターの頭上を破っていった。ファーストランナーセカンドがマスを蹴った。中継にボールが送られる。バッターランナーは2塁到達。金子ヒットが出ました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。さあスワローズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。ここは低めにボールを集めていった方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。まあピッチャーの彼はこういった場面でも落ち着いてますからね。ここも抑えてくれるんじゃないですかね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。
外の低め見極めます。3球目は何で来るか。高め打った、ショートの右掴んだ、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。しっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。ボールホームイン、決めた、エスコバー、サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、ホームで迎えた初戦、見事取りましたね。うん、そうですね、いい試合でしたね。まあ、交流戦の第一戦、とにかく取るということを目標に置いてたと思うので、非常にいい試合でした。その流れ、明日も続けてほしいと思います。勝ったヤクルトスワローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように交流戦初戦はヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。